中部大学春日丘高等学校平成27年数学です。まず括弧の中通分して6分の3引く6分の4、これがマイナス6分の1になりますね。から、ここの部分マイナスマイナスでプラスで、割る2というのはかける2分の1ですから8分の1と、で、ここ掛け算するとマイナス2分の1プラス8分の1、通分して計算してマイナス8分の3、マークシートはこんな形ですからマイナス3、8と塗ってください。括弧に、まず分母の有理化、ここ分母分子にルート3をかけます。ルート3かけるルート3で3で6ルート3で、ここ、3で約分で2ルート3をこことここにかけますね。2ルート3かける1で2ルート3、2ルート3かけるマイナスのルート3でマイナスの6からここの部分、ルート3の2乗かけて2倍で4ルート3、2の2乗を整理して7プラス4ルート3で、前のこの部分と合わせて1プラス6ルート3となります。カット3、ルート3の4乗で9ですね。x2 乗の4乗 x8 乗 y の4乗から4分のひっくり返すので分子に4が来て分母に xy3 乗から6分のが分母で分子は x2 乗 y5 乗と、あとは、約分をして x も約分をして、y も約分をして残るのが 6x9 乗 y6 乗となります。10の位をこちらの数字、1の位をこちらの数字として、2桁の数を作りました。そして4の倍数となるということで、これだけありますね。そうすると、36分の9ということですから、約分して答えは4分の1となります。2番です。両辺を2と3の最小公倍数6をかけます。両辺6倍ですね。そうすると、ここだけ注意してください。マイナスマイナスでプラスということで、あとはここの6倍も忘れなくで x イコール17となりますね。連立方程式、まず上の式展開して整理します。展開して移行するとこんな形で、ここはマイナス6というのでこれを2倍して足します。そうすると 12x イコールマイナス8、 x イコールマイナス3分の2、y は聞いてないので以上です。カッコ3、これの2つの解の和はという問題で、まず展開して移行して因数分解して、12コンママイナス2足したら10というふうに答えが出ますが、x2 乗プラス ax プラス b の2つの解の和というのは、ここにマイナスにしたマイナス a、 2つの解の積はここそのまま b ということになります。したがってこれを知っている人はここを見た段階で2つの解の和はこれマイナス取って10というふうに持っていくことができます。次、昨年の男子が x 人と置きます。で、今年は150人ですが、昨年より10人増えて150人ということは昨年は140人、したがって昨年の女子は 140-x と置くことができます。男子は 10% 減った、つまり 90% になったということで 0.9x、 女子は 20% 増えた、 1.2 倍になったということで 1.2×140-x 合わせて150という方程式で、展開して整理して答え60人と出てきます。3番ですね。点 P は毎秒3、点 Q が毎秒2で初めて出会うのはということで、3という速さで X 秒間に進んだ距離と2という速さで X 秒間に進んだ距離合わせて30という式ですね。そうすると X イコール6となります。次、2回目に出会うのは、重なるのはということで、点 P がこう来てこの辺りで1回目すれ違ってますが、その後こう来ます。点 Q もこう来てここで1回目があって、その後こう出会います。ここで重なります。
そうすると2つ合わせると30、30、30で90です。同じく 5x イコール 90、x は18となります。次、x の変域が20から30の時、こんな形の式になるということで、これ1次関数であることはもう分かってるわけですね。そして、まず20秒後っていうのはどの位置にいるかというと、点 P が 3×20 で60、行ってちょうど戻ったところですね。で、点 Q は 2×20 で、30行って10戻ったところ、つまり10離れています。20秒後には10離れています。次、30秒後には点 P は 3×30 で90、行って戻っていってここにいます。点 Q は 2×30 で60ですから、行って戻って同じ位置にいます。つまり30秒後には2点の距離は0です。20コンマ0と30コンマ0、20コンマ10と30コンマ0、2点を通る直線の式ということで、 x の増加量が10、 y の増加量がマイナス10、傾きがマイナス1です。 y イコールマイナス x プラス b で、これ代入します。10イコールマイナス20プラス b で、 b は30、切片30と出ましたので、 y イコールマイナス x プラス30、ワークシートはこういう形ですから、マイナス3、0となります。4番です。y イコール2分の 1x2 乗のグラフ上に、x 座標マイナス1の点 A、 ここにマイナス1代入します。 y 座標2分の1ですね。から、x 座標が4の点 B が、これも指示16の2分の1 8、この2点を通る直線の式を求めなさいということで、 x の増加量マイナス1から4は5増加ですね。から2分の1から8増加量は2分の15、分数でも気にせず x の増加量分の y の増加量、分数は分子割る分母ということなので、2分の15割る5ということで、傾き2分の3と出ます。y イコール傾きが2分の3、切片が b と置いて、4コンマ8代入しました。8イコール、6プラス b で b は2。したがって y イコール2分の 3x プラス2と分かります。次、三角形 OAD の面積は、OAB ですね。の面積は三角形 OCD の面積の何倍かということで、この2つの三角形はここを底辺とすると高さは等しいので、面積の比は底辺の比で決まります。でその底辺ですが、まず AB、 これ X 座標の差だけで考えます。長さ、本当の長さではなくて長さの比ですので、これはこう Y でも別に構いませんが、 X 座標の差で見ます。 A と B の X 座標の差はマイナス1と4で5です。から CD の X 座標の差はということですけども、D の座標っていうのはこれ切片ですから0コンマ2ということは分かってます。から C の座標は Y 座標が0なので、ここに Y0 代入します。そうするとマイナス3分の4コンマ0ということが分かります。そうすると CD の X 座標の差は3分の4であることが分かります。5は3分の4の何倍ですか ?4 分の15倍となります。5番です。三角形 ABC は AB イコール AD の二等辺三角形。そして ABED は正方形。ACF は正三角形の時にここの角度ということですが、まずは三角形 ADC を見ます。ADC ですね。これ二等辺三角形。これとこれが等しい。そしてこれとこれも等しいので、こことここ等しくて、これは二等辺三角形です。そして90度と38度、128度ですね。頂角128度の二等辺三角形の底角はというと26度、この26度っていうのがここです。ここが26度と出ました。同様に、これとこれが等しくて、これ正三角形ですから、こことここが等しい、これも等しいということで、これもやはり二等辺三角形で、頂角は38と60で98度、底角はというと 180-98 で割る2で41度、つまりこの41度っていうのはここです。
41度です。そして、三角形の内角と外角の関係ですね。こことここを足したら、ここが出ます。ここですね。38足す26で、ここが64と出ました。そしたら、この三角形の内角まで180から41と64を引いて、答え75度となります。括弧に、この四角形が平行四辺形で、これが対角線の交点ですね。で、この3点とが円に内接していると。こんな図ですね。ここの角度を求めなさいということで、まずは、三角形の内角と外角の関係を使って、こことここ足したら96ですから、96-34 で62度。62度というのはここのことですね。62度です。で、ここの62度ですが、この弧に対する円周角です。では、同じ弧から出た円周角、こちらも62度であるとわかります。次、平行四辺形ですから、こことここは平行です。34度。ここも34度。平行線の錯角は等しいってやつですね。そうすると求めるところは 62-34 で28度ということになります。6番です。三角錐で888666という形ですね。そうしたら、まずはこの底面、正三角形でその半分にする線ですね。この長さはということですから、これ1対2対ルート3ですね。30度、60度、90度。したがって3のルート3倍すればいいので、3ルート3となります。次、これの体積はということで、この頂点から垂線を出します。そうすると、それがどこに来るのかっていうと、この場所、正三角形の重心の位置に来ます。重心なので、ここが2対1ということになります。で、今、この三角形について考えます。そうすると、先ほどこう3ルート3って出てますので、それを2対1に分ける。ここは2ルート3となりますね。それから、ここは8です。で、ここ、この三角錐の高さですが、三平方の定理を使って8の2乗マイナス2ルート3の2乗で、ルート52ですから2ルート13というのが高さになります。底面積は、6かける3ルート3かける2分の1かける高さかける水の3分の1約分して、答え6ルート39となります。